代ね。お前は不敬な。やっぱりいたか。ミケが君の匂いがすると言うから本当にいるかどうか確かめに来たんだ。お前の匂いはもう覚えた。何か特別な力を秘めている。はっきりとは分からんが。そうだな、違う。誰の匂いを嗅いでも汗臭そうですけどね。実際のところはミケ本人にしかわからないんだから、あんまり真に受けない方がいいかもしれないよ。ところで兵団の仕事には慣れたか。知りたいことがあればこいつらに聞くといい。二人とも優秀な兵士だからな。何かあればいつでも俺たちに相談してくれ。今は何か聞きたいことはあるか。協調性は必要だろうな。壁外任務で単独行動というのはまずねえからさ。じゃあそういうことだから、これからも何かあれば気軽に聞いてくれ。ああ、
戦い方のコツとか兵士としての心構えなんかは先輩兵士としてそれなりに助言できると思うからね。強くなるために大事なことね。なんだっていきなりそんなことを聞くんだい、エレン。俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のようにもっと強くなりたいんです。お前な、お前だって鎧の巨人を倒してえならもっと強くならねえとダメだろ。向上心を持つのはいいけど、あまり無茶な真似はしないでおくれよ。ああ、もし君を死なせたら人類にとって大きな損失だ。やはり巨人化の能力について解明するのが先決だと思うが。うんうん、これからやってみたい実験もたくさんあるんだ。何回連続で巨人化できるのかとか、運動性の検証とか。分隊長、鼻息が荒すぎます。それくらいにしておけ。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。俺から言えることがあるとすれば、そいつらのような同期や他の調査兵の連中と仲良くしとけってことくらいだ。特に今度てめえら二人に受けてもらう任務では仲間との連携が必要になる場面も多いだろうからな。ああ、やってやる。俺たちならきっとやれるはずだ。だがエレン、一つ言っておく。お前が俺たちのような兵士を目指すことは構わねえが、俺たちはお前の代わりにはなれねえ。覚えておけ。代わりはいないか。いや、考えても仕方ねえ。今は次の任務を成功させることを考えよう。難しいって話したが、俺たちならきっとやれるはずだ。巨人を駆逐して必ず任務を成功させてやるぞ。
私はまたあなたに助けられた。別に世話焼かれっぱなしなんて悔しいしな。次に行きましょう。よっ、開始。ミカサ、その助かったぜ。ありがとうな。無事ならよかった。早く状況を打開しよう。まだまだ任せたわ。この巨人やばい感じがするぞ。まだまだ任せたぜ。この調子で。やった、任務成功だ。俺はやれるんだ。いや、俺一人じゃうまくいかなかった。お前がいてくれたからだな。お前とは結構長い付き合いになったな。これからもよろしくな。いや、あの任務は兵長の言った通り大変だったな。しかし、お前がいてくれて助かったよ。一人じゃ危ねえ場面も結構あったし。ありがとな。俺もお前みてえに、いや、お前以上に強くなってやる。お詫びを果たそう。昔の話を少し用意しておいたから。うん、では始めよう。エレンとアルミンは幼馴染で、だから私たちはいつも一緒に遊んでいた。近所には他にも子供がいた。悪いやつも悪くないやつも、とにかくたくさんいた。アルミンは外の世界に興味があったから、そのことで他の子供にいじめられることがあって、そうするとエレンが飛び出していってアルミンをかばってよく喧嘩していた。エレンは熱くなるとすぐに突っ込んでいく。今もそうだ。だから私がエレンを助けてあげないとダメで、たまにハンネスさんも、ハンネスさんは駐屯兵で、よく昼間からお酒を飲んでいて、それから、そう、ならそうさせてもらう。こういう話をするのは初めてだから、頭に思い浮かんだことをうまく伝えるのが難しい。だけど次はもっとうまく話せるようにする。ああ、お前か。
前にサシャが言ってたこと聞いて回ったりしてねえよな。まあそもそも事実じゃないんだけどな。とそれより立体機動術の調子はどうだ。それならガスを一瞬だけ強めに吹かすのがコツだ。それで感性を利用した方が消費は少なく済むぜ。じゃん、さっき手紙を受け取ってたよな。あれ誰からだったんだ。あ、お母さんでしょ。そうなんですね。うるせえ、お前らには関係ねえだろうが。お前母ちゃんからはジャンボーって呼ばれてるんだろ。よ、ジャンボー。早く返事を書いてあげましょうよ。ねえ、ジャンボー。うるせえっつってんだろ、ガキ扱いすんな。何しに来たんだよ。母ちゃんの手紙のことならわざわざ返事なんて書かねえからな。そうか、お前の親はウォール・マリア陥落の時に。お前から見りゃつまんねえ意地に思えるんだろうけど、とにかく返事を出す必要なんかねえや。俺と母ちゃんの場合はそういうもんなんだ。私に何か用ですか。今日はやめておきましょう。私、そう、用事があるんですよ。どうしたの今の。サシャと喧嘩でもしたの。ダメだよ、早く仲直りしなくちゃ。そんなことか。あのバカは故郷の言葉を恥ずかしがってんだ。バカ丁寧なあの喋り方の方がよっぽどうざいんだかな。もう誰もがユミルみたいに無神経じゃないの。サシャにはサシャの考えがあるんだから。ですか。今度は何でしょう。あ、私の言葉遣いのことですか。クリスタたちから聞いたんですね。知られてしまったなら仕方ありません。お話しします。ユミルが言った通りなんです。私、故郷の訛りが恥ずかしくて、それにずっと村で過ごしてきたから狩猟のこと以外何も知らないんです。だから周りに遠慮してしまって。けど本当は皆さんともっと自然に接したいんですよ。お願いです、力を貸してくれませんか。ありがとうございます。あなたなら協力してくれると思っていました。あなたがいてくれればなんとかなりそうです。よろしくお願いします。
僕に何か用事？そんなことがあったんだ。それでコニーは手っ取り早く実力を上げるため苦手な座学を僕に習いたいと。嬉しいな。もちろん引き受けるよ。座学なら僕でも教えられると思うし。早速始めようか。これからいくつか質問をしていくから、コニーは答えてくれ。1問目。人類のウォールマリア放棄の原因を作った鎧の巨人はなぜこのような名前で呼ばれているか。え？鎧を着ていたからだろ。答えは皮膚が鎧のように硬質だったから。2問目。通常種と異なる気候種の特徴の例をいくつか挙げよう。これはわかるぜ。見た目が気持ち悪いことだろ。あとなんか見ててムカつくことだな。答えは、目の前の人間を無視して遠くの人間へ向かったり、障害物に突っ込んだりすること。なるほどな。言われてみればそうだな。え、いいのか？いや、それじゃ得にならねえ。俺を信じて見守っててくれ。とにかくもう少し続けてみよう。3問目は。なあ、来い。やっぱりこっちに持ってきてくれ。はい、すぐ持っていきます。クリスタ、早く俺の足も見てくれ。おい、俺が先に頼んでたんだからな。お嬢ちゃん、俺の腕の方を先に見てくれ。あ、待っててくださいね。すぐ行きますから。ごめんね、いろいろと手伝わせてしまって。いえ、処置の仕方もいろいろと教えていただきましたし、これくらいは当然です。ありがとう、助かるよ。じゃあ次はこっちを手伝ってくれ。さて、これで君たちにお願いしたい仕事は全部だ。お疲れ様、助かったよ。おっと、こんにちは。いつも主人がお世話になってます。あ、こんにちは。いつもお見舞いご苦労様です。奥の病室へどうぞ。あの人たちは？ここは兵団の診療所ですよね。奥で寝てる兵士がいただろう。彼の家族だよ。原則ここには兵団関係者しか収容しないんだけど、彼はもう長くないかもしれないんだ。巨人との戦いで負った怪我が元で悪い病気にかかってね。今の状況じゃそれを治す方法は
あの、お父さんは助からないの？大丈夫だよ。お母さんには秘密にするから。きっとお母さん悲しむから。待って。私、あの子のこと放っておけないよ。だって、今にも泣きそうな顔してた。うん。私、しばらくここに通ってもいいですか？あの子のこと、励ましてあげたいんです。構わないけれど、本来の職務は別にあるはずだろ。その妨げにならない程度にしておくんだよ。しろよ、クソ女。アルミンに劣等生だの、トロイおとり役だの言いやがって。ふん、事実を言ったまでじゃねえか。それでへこたれるなら、あいつはそれまでのやつなんだよ。ユミル、やめましょうよ。何口を挟んでんの、サシャ。お前はいつから恩人の私に意見できるほど偉くなった？そんなご意見だな。私は仲良しごっこなんてうんざりなんだよ。さ、お前って本当に他人の気持ちを考えねえやつだな。よく言うぜコニー。バカのお前にどんだけ他人の気持ちがわかるってんだよ。ちょ、ユミルってコニー、どこへ行くんですか？あの野郎め。気分を直しに、愛しのクリスタに会いに行くとするか。何てめえ、私とクリスタの間に割って入ろうとしてんだ。来たらぶっ飛ばすからな。君か。エルヴィン、連れてきたよ。ありがとう、ハンジ。君たちはもう下がってくれていい。ああ。じゃ、また後でね。
さて、突然呼び出してすまなかった。一度ゆっくり話がしたいと思っていてね。君の働きぶりはハンジやリヴァイから聞いている。調査兵団の居心地はどうだい？そう言ってもらえると私としては助かる。理解してくれていると思うが、調査兵団は人類が持つ唯一の矛だ。巨人の領域に挑み、人類の活動領域を奪還する。それができるのは調査兵団しかない。我々はその困難な目的のために多くの命を犠牲にしてきた。そのリスクはもちろん君も例外ではない。それでも君は調査兵団に身を置き続けられるのか。そうか、聞いていた通り肝が据わっているようだな。我々は常に一人でも多くの優秀な兵士を求めている。これからの君の成長に期待しているよ。